火星シリーズはアメリカの作家エドガー・ライス・バローズが表した架空の火星を舞台にした SF 冒険小説のシリーズ。本校では火星の事物の日本語表記は最新版である草原 SF 文庫の合本版による。1912年2月から6月にノーマン・ビーンのペンネームで連載された火星の月の下でが火星シリーズの始まりである。 現代は、デジャーソリス、火星のプリンセスで、バローズが1911年にパルプマガジン、オールストーリーマガジンに送り、採用された。それをまた大書籍化して1917年に、刊行された、A プリンセスオブマーズを第一巻とし、火星シリーズは、全11巻で構成されている。第10巻、ラナ・オブ・ギャチルの刊行は1948年だが、 最終カンジョン・カーター・オブ・マーズの観光は1964年である。日本では1965年から草原水利文庫、その他で観光された。当時から太陽系で地球以外に最も生命の存在の可能性が高いとされていた火星を舞台にという物語は大ヒットとなり以後多くの追随作品を生んだ。ロバート・イ・ハワードの英雄。 コナンシリーズやリン・カーターのレムリアのゾンダーシリーズ等のヒロイックファンタジーの素形と目されることもあるが、それらに特徴的な魔術への傾斜はバローズの著作には極めて希薄であり、随所に科学による説明がなされていることも特色の一つである。バローズはアメリカではターザンの作者として有名だが、日本ではまず、 火星シリーズの作者として認識されている。これは、ターザンの映画は多く公開されていたものの、作家としては、草原水文庫から本シリーズが刊行される、ことによって一気に人気が出たためである。火星が最初に役出、出版されたという事情に加えて、草原水理文庫版に付された、竹部本一郎による微礼なカバーへ、口へ、察しへが、 読者の絶賛を博したことによる部分も大きい。竹部は、その後、金星シリーズ、ターザンシリーズ、ペルシダーシリーズなど、ほとんどのバローズ作品の挿絵を描いている。以下の放題、及び、日本での観光日は、草原推理文庫版による。第6巻までは、厚木厚氏による、解約版に差し替えられている。周辺、火星の巨人ジョーグ・ジョン・カーターザ。 ジャイアント・オブ・マーズは、バローズの作品ではなく、息子のジョン・コールマン・バローズが書いたものを、バローズが過失、修正し、バローズの名義で発表したものである。草原 SF 文庫では、1999年から2002年に、かけて合本版として、全4週を発売した。翻訳は、すべて厚木厚紙による。木製の骸骨人間も収録されている。なお、 モンスター13号は火星シリーズとは無関係な独立した作品である。蒸気以外でシリーズとして観光されたものは以下の2種類である。第7巻以降は高段車版の方が観光が早い。ジョン・カーターは火星で家族を得た。火星シリーズの言語では火星はバルスームと呼ばれる。水星、金星、地球、木星はそれぞれラスーム。 コスウム、ジャスウム、サスウムという。火星人はバルスウミン、地球人はジャスウミンとなる。1911年の一般的な火星の知識に従って全土は乾ききり、かろうじて全惑星規模の運河によって考えされている。世界として描かれている。かつての海底は、黄色の苔で覆われ、太古の海岸線に沿って都市の廃墟が並ぶ。 滅びかかった世界という設定である。バルスウムでは、大気すらほぼ失われており、大気製造工場で光線から合成される。大気によって、過労じてすべての生命が養われている。この滅びの予感は、特に第一巻において顕著であり、物語に異名を与えているが、巻きが進むにつれて、希薄になっていく。第十巻の 火星の古代帝国に100万年前のことの住人が登場。その考えによって久しぶりに読者の前に提示される。また火星は重力が小さく地球人はジャンプ力や腕力が増幅されるため超人的な活躍ができる。火星人は大きく分けると2種類になる。地球人型とそれ以外である。地球人型で最も多いのは 赤色人であり、それ以外で最も印象に残るのは緑色人である。赤色人や緑色人の成長速度は地球人と大差ない。反面、長命であり、老化の兆候は1 0 0歳を過ぎるまでなかなか現れない。また、決闘や戦争での死を尊ぶことから老衰するまで生きることは珍しい。かつては、いさす信仰があり、 千歳になると椅子がえ、死での旅に出かけていたが、第二巻で、カーターが信仰のからくりを暴いたため、この制限はなくなる。赤色人、緑色人とも乱世であり、緑色人の場合、卵が孵化するまでには5年間かかる。デジャーソリスは、ジョン・カーターの幸運だが、これが、唯一の地球、火星間の根結例である。火星の生物のうち、 脊椎動物は多しもしくは大足である場合が多い。また、哺乳類は一種類しか存在せず、数が少ない、とされる。初期においてはテレパシーによる意思の疎通が重視されていたが、やがて会話に比重が移った。火星人は、ジョン・カーターの心を読むことができない場合がある。以下のバルスーム語は、赤色人ら地球人型火星人のほか緑色人も使用する。 火星の長さの単位はアドであり、地球のフィートに該当する。1アドは11.694インチ。1ハードは233フィート。1ソファードは1.7インチ。また、1カラドは、火星移動1度。地球では7番目までの光線しか知られていないが、バルスームでは、第8光線、第9光線が発見されており、第8光線が実用化している。 この光線を使用することで、小型の飛行艇はもちろん、巨大な戦艦まで空に浮かばせることができる。なお、バルスウムでは、これらの空中艇、空中戦艦は、空軍ではなく、海軍に属していることが、ジョン・カーターによって強調されている。バルスウムの月は2つある。このうち、サリアについては、第発巻で登場し、特殊な事象が示されている。 本シリーズの主人公、ジョン・カーターは、バローズの親戚として設定されている。彼はバローズに遺書と原稿を残しており、俗巻においては、たびたび、バローズを訪れ、冒険談を語っている。それ以外にも、グリドリー派による通信で知らされる場合もある。第11巻については不明。木星の骸骨人間には、バローズの前書きに、ジョン・カーターの物語と、 明記されているものの、ジョン・カーターが登場する物語でも、パクストンが連絡しているケースもある。スティーブン・タカクスは、バローズが、火星シリーズを表すにあたり、エドウィン・レスター・アーノルドの小説、ガリバー・ジョーンズ注意とその休暇の影響を受けていると、述べている。ドナルド・エウォルハイムとリチャード・エルポフは、賛同しているが、これには、異論もある。ルポフは、 火星シリーズの主人公、ジョン・カーターの人物像について、同じアーノルドの小説、フェニキア人フラの華麗な冒険の主人公フラに、その原型が見られるとしている。バローズの火星シリーズに影響を受けた小説は多い。優れたものから、単なる模倣に過ぎないものまで、玉石根拠である。以下、翻訳のあるものを中心に挙げる。 日本人作家による作品ウォルト・ディズニー・スタジオ・モーション・ピクチャーズの制作で、ジョン・カーターとして映画化され、2012年に公開された。物語は、妻子を亡くした大富豪のカーターが突然消息を断ち、残された日記が、老いの作家エドガー・アライス・スバローズの手に渡るところから始まり、そこに、 バルスームでの冒険談が記されていたという南北戦争から始まる原作とは設定が異なるものとなっている。ありがとうございます。